こんにちは、刺し子のさなのんです。本日はお正月の図案を刺していきたいと思います。こちらが付属の糸です。もうちょっとかっこいい感じの糸になりました。上と下をしつけして折ります。上と下を1センチにしつけをしております。はい、では外枠を刺していきます。かっこいい糸。返し縫いをしながら外枠を刺していきます。こんな感じです。はい、外枠閉じました。次にこの扇を刺していきます。こういう感じで刺していきます。中の線もこういう感じで刺していきます。一方向が終わったら帰ってくるように刺します。間を通して次の扇へ。次に扇の縦線を刺していきます。Thank you.
扇の中の一目指しを刺します。ボタンを刺します。中心から外側に向かって刺していきます。小さな梅を刺します。矢羽根を刺します。牡蠣の花を刺します。色の組み合わせが絶妙に難しかったです。水通し、アイロン、糸切りを済ませます。水通し終わってアイロンをかけています。ピシッとかけるのが私は好きです。お正月にぴったりのかっこいい図案です。